のスプレーで睡魔を防ぎながらやっとここまで書いてまいりましたが、もう夜が白がかかって脳みそがトロトロになりましたから確執します。彼女が死んだ後までも小生らを巻き込んでいこうとした嘘のルテンも、それから機関に対する小生の重大な責任も、この一文とともに完全に何でもなく跡形もなく終焉を告げていくことになります。さようなら。彼女のために祈ってください。